はい、こんにちは。2017年9月3日ということで、ドイツから帰ってきて、ようやくね、こうまともにビデオが撮れるようになりました。25に帰ってきてるから約10日間熱出してぶっ倒れてましたね。疲労が出ておりました。お医者さん行ってもね、なんでこんなに調子悪い、なんでこんなに熱出るんですか、大丈夫ですかって言ってもね、まあ疲労でしょうっていう返答だったんで、まあ寝てるしかなかったという、そんな次第なんですけど、まあドイツ行く前にね、帰ってきたらぶっ倒れて動画が途切れてしまうかもしれませんみたいなことをね、あらかじめ言ってたと思うんですけど、まさかこんなにとは自分の中で思ってなかったんで、お待たせしてしまいました。今回はね、そのドイツに行ってきた、土産話や、買ってきたものをちょっと紹介しようかなと思います。ゲームズコムの、話なんかは違う動画で喋ろうと思います。まずドイツ、一番ねお土産というか自分の中の思い出はこれですね。やっぱり、ゲームズコムに行った、この首から下げる、プレスショーですね。これで E3 と、ゲームスコムとあってゲームショーはいっぱいあるからね、3つ揃ったと。別にこれを揃えるわけじゃないけど、これがいけて、それが一番プライスレスですと。なんか物を買ってくるとかっていうのは私もともと海外、ね、旅行に行ってもしない人間なんで、自分の人生の経験として、その世界三大ゲームショーの一つ、ドイツゲームズコムに行ってそれを体験してきた、身をもって肌で体験してきたというのは私の中で、とても尊い経験になりました。そしてね、だけど買ってきたものっていうのは一応あるんですね。まずこれは動画で出てるんですけど、現地で、パイプ買いました。パイプ屋さん行ったんですね、ドイツで。動画上がってるんで見ていただければ分かるんですけど、でそこで買った、ここにね銀巻きなんですけど、ピーツァハインリヒ、はい、これがショップ名なんですね。だから、そこのショップのオリジナルのパイプが欲しかったんで、くださいということで、それでいろいろ吟味してやった結果、これにしたんですけどね。パイプやってる人はだからこれダンヒルのマークなんですけどね、これダンヒルって裏に入ってます。ダンヒルルートブライヤーということで、まずこれを買ってきました。でね、私ダンヒルの現行品のパイプ買ったのは実は初めてなんですよオールドダンヒルはいくつか持ってるんですけど、現行品のダンヒルを買ったのは初めて。で別にこれはだからダンヒルが欲しかったとかじゃなく、ピーター・ハインリヒってついている中で私が気に入ったシェイプ形とかで、いいなと思ったのがこれだったんで、これにしましたね。109なんかでね、女子高生に大人気のね、女の子御用達のダンヒルのブランドということで、それはどうでもいいんですけど、だからね、現行品だったんで、こう箱とかね、すごい立派なのがこうついてきましたよ、ほら。ね、私こう、オールドしか持ってないからさ、これ結構、こんな立派なのにダンヒルって入ってるんだなと思って。こういう感じで、プラガニも入ってますと。これはお店のロゴが入ってるんで、使うたびに、思い出していいかなと。すごいよくしてくれたんですよ。で、それに引き続いて、こういうところですね。失礼。これと、これ。これはね、パイプタバコ。お店のオリジナルブレンドなんですけど、そこね、もうオリジナルブレンド山ほどあって、で、これはね、一緒にそこの、パイプ屋さんにいた店員さんが、自分のフェイバリットタバコだっつって、紹介してくれたやつなんですけど、この感じ、これ私が入れたやつ家帰ってきて速攻加湿入れましたよね。そう、アロマティックのタバコになってますと。一応名前はね、パイプタバコシャトウ36っていうナンバーがついております。ピーター・ハインリッヒというロゴしかないんで、これが通販で買えるのかどうかはちょっと後で見てみれば分かるんだけど、今は分かりませんということですね。これ、あとこのタンパー。これはね、パイプやらない人に説明すると、パイプって火をつけて、こう、葉っぱが浮き出てきたりしちゃうから、トントンってやる道具なんですよ。道具が必要なのね。だから、これとこれと、あと、マッチを2箱つけてくれました。で、私は買ったのは実際これだけなんですよ。これを買って、で、葉っぱも、ね、1個だけ買っていこうかなと思ったら、サービスしてやるよっつってこれくれたんですよ。で、パイプ他の道具持ってんのかって言われて、ない私、今回ね、皆さん、
DS は持ってくのとかビータ持ってくのとかスイッチ持ってくのとかいろいろありましたけど、荷物になるものは基本的に持ってかないんですよ、あの極力。だから私今回 iPad を持ってってないですから、 MacBook と iPhone だけだったんで、本当極力持ってかないよね。でその中で私はパイプも持ってかないんですよ。パイプはあの道具邪魔になるし、あの紙巻きタバコと違って、これも再三言ってますけど大した依存性ないんですよ。だから別に1週間吸わなくてもなんてことないの、別に吸いたいとかってないんですよ。だから持ってってなと。で持ってないよっつったら、じゃあこれもやるよって言ってね、道具くれて、でマッチもつけてくれて、でホテル戻って吸えばいいじゃんって言われたんですよ。まあホテル当然禁煙なんですけど、まあ、でもドイツって外はパブリック空間なんで、あのみんな歩きたばこと平気でバンバンしてたんですよ。だから外で吸えるから、そういう感覚なんでしょうね。ホテル戻って吸えよっていうのは、おそらくホテル戻ってその外とかで吸えばっていうイメージで多分言ってくれたと思うんだよ。私はそのだからサービスしてもらっちゃいましたね、これとタンパーと。でマッチはあの航空機、飛行機って持ち込み検査入るじゃん、あれはめんどくさいんで捨てちゃいました。現地で捨ててきちゃいましたけど、あとね、あれどういった、もう一個ね、結構ね重大なやつがある、重大なやつ、あれ私今持ってきたじゃん、もうやだなこれです、これね、マリオオデッセイのバッジね。これはゲームズコムでマリオオデッセイを体験プレイした人にだけ配ってたやつ、これもらいましたと、ピンバッジで。もう一個だけ、一応あの別に私買わないんだけど、なんとなくお土産買えばっていう、なんか行く前の生放送で言われてて、なんか買おうかなと思って免税店バーって回った時に結局ここに行き着いちゃったんですけど、葉巻ですね、葉巻一応一箱だけ買いました。でこれ後から思ったんだけど、葉巻じゃなくてさ、なんかドイツのもの買ってこいよって話なんだよ。これハバナって書いてあるわけですよ。普通に私がその時あの吸いたいやつ買っちゃったから、いやキューバさんなんですよキューバさんなんです、ハバナさんのキューバさん、キューバのことなんですけど、ハバナの葉巻買っちゃって、別にドイツ全く関係ないぜ。だからで、あとさ、タバコ類ってあの揚げれないんですよ。だからなんか1個2個ぐらいちょっとしたもの買ってきて、それをなんかプレゼントとかやってもよかったのかなって思ったんですけどもね、そんな頭回ってなったんで、まあこのロミオっていうブランドなんですけど、これのロブソンを3本買いました。ちょっとまだ手とか震えてて申し訳ない、まだっていうかいつも震えてんだけどねごめん、喉の安定まだ調子悪くて。でこれね、今チェックしたんですよ、これ私いくらで買ったか覚えてないのね。あまりこういうのって値段見ないように買ってるんですよ。あのその時、これもよく生放送で喋ってますけど、スーパーとか行って食べ物とかって、私好みのものを買うようにしてるから、別にうなぎが高いから買ってるとかじゃなくて、うなぎの蒲焼きとサンマの蒲焼きがあって、安売りしてるからうなぎ買うわけじゃなく、私はその時サンマが食べたかったらサンマを食べる、だからあんまりその値段にとらわれないようにしてるから、ね、値段見てなかったんですよ。で今これね、レシートチェックした、これびっくりした、 28.5 ユーロなんですよこれ。まあ免税店だから安いっていうのもあるけどね、あるけど、それは絶対的なんだけど、それにしたって 28.5 って1本10ユーロぐらいでしょ、だから1200円ぐらい、めちゃめちゃ安いじゃん、もっと買えばよかったとかちょっと思ったんだけど、まあ、荷物になるから邪魔だから、帰りに買ったんだけどね、という感じで、全部かなまあまあこれ普段買わないんで、うん、こういうなんかその旅先で、出会いというか流れがあったら、なんか物を買うこともあります。例えばなんですけど、ロザリオもいっぱいあるんだけど、これ全部私海外で買ったものです。例えばローマ、イタリアローマとか、あとなんだ、有名どころだとローマでしょ、ベネツィアとかね、アッシジのフランチェスコのアッシジとかルルドとかっていうところで一個ずつ買ってきたやつね。こういうなんかちょっとしたものをなんかお店の人とやり取りして仲良くなるっていうか、なんかそのコミュニケーションが面白くて、買うみたいなことはします。だからその思い出とともに物を買ってるっていうだけであって、その物自体にね、そんな大して意味は実はないんですね。そのごめんね、もう散らかって久しぶりにさ、自分のこの地底見ると汚いよね、やっぱ汚いんだけど、
なんかさ、普段だとさ、あれがある、どこにあるって全部わかんだけどさ、やっぱこう帰ってくるとさ、1週間もこの前にいないとわかんなくなっちゃう。これなんかね、これ本物のモザイクです。これね、よく見ると本当にモザイクになってる。本当のモザイク。これはね、どこだっけな、フィレンツェに行った時に、そのクリスチャンショップみたいなのがあるんですよ。でそこでロザリオとか見てたら、おじちゃんと仲良くなって、で出してくれて、ですごい よくしてくれて買ったっていう、こういうなんかその流れで買っているものがはあるんですよ。だからなんかこれを買いに行こうとか、これをお土産にしようみたいなのって買わないんで、なんかこれはね、そういう感じで今回初めて買ったんだけど、結局買う必要なかったなって。で安かったから良かったんだけど、結果的にね、どうせこれでするからいいんだけど、だから今回そういう意味では、このパイプっていうのはピーター・ハイリッヒのお店ですごいお兄さんによくしてもらって、思い出とともに買ったから、これを使うたんびに今思い出す。さっきのね、モザイクもこれも一緒だよね。これを眺めるとあの時の記憶が蘇るっていうトリガーになる、そういうなんかトリガーになるものっていうので、これはいいかなと。あとこれね、マリオです。これもやっぱり現地でマリオを体験した。多分ね、マリオデッセイ発売されて遊んでも、あそこで遊んだ体験ってずっと忘れないですよ。そういうものなんですよ、これトリガーになる。ただまあこれも残しておこうかな。前の E3 のやつとかも残ってますからね、私。でまあ そんな感じですね。あとは買ってないな。うん。でもドイツって行ったら普通みんな何買うもんなの。そういう感覚がね、だから薄いんですよ、私、旅行とか旅に対して。ドイツ、お土産、チョコとかなの？お菓子、チョコって出てきますね。オーデコロン、コーヒー、ああ、文房具、フレーバーティー。よし、一番好きな紅茶はマリアージュフレールなんだけど、それフランスだよね。フランス行った時に行ったんで、お店にね、チョコレート、ビール持ってくんの大変だよね。まあそんな感じでな、出てるんですけど、あんまそういうのには行かない人間なんです。そういうタイプの人間ね。ただそれは別に行く人は行けばいいし、私はただそういうのにあまり興味がないよっていう人間なんで、まあそういう感じの旅でしたね。思い出話というか、お土産話っていうのは今後ね、生放送なんかも含めいろいろ喋っていくと思うんで、またドイツの話かみたいなね、またゲームズコーンの話かとか、またあのパイプ屋の話かとか、まあそういうのあると思いますけど、まあ楽しかったです。再三言ってますけど、今回私がこれ行こうと思って行けるところまで実行できて、なおかつこうちゃんと帰ってきて動画にもできてるっていうのは、本当に普段見てくださってる皆さんが支えてくださってくれるおかげです。それだけです。本当に私の力は一切関係ないです。これはみんなの力だと思って、みんなの力で私を押し呼ぶ背中を押して私が行ってきたってだけです。で私を通してみんなが楽しんでくれてればいいなっていう、ただそれだけなんで、本当に皆さんには感謝してますということですよ。それはもうね、圧倒的にやっぱりそれしかないと思ってます。ありがとう。まあよかったね。疲れて死にかけるのは分かってたけれども、行ってよかった。で生放送もたくさんできたし、動画もたくさん出せれたんで、そっち見てもらって、一個ね、いいメッセージになったかなって思うのが、帰ってきて途中で、旅してて途中で思ったんだけど、普段私って生活力ないじゃん。コンビニ弁当ばっか食べてるし、冷凍食品ばっか食べてるし、カップ麺ばっか食べてるじゃん。掃除もできないじゃん。炊事洗濯何もできないじゃん。その割にはちゃんと生きてるじゃん。だけどまあこんな生活力とか何もできない、身の回りのことが普段何もできない人間でも、一人でフラッと行って、あれ決めたの超短期間で決めたんで、チケットとかとも本当に一瞬で決めたような感じだったんで、弾丸っていうかババッと決めてバッと行ってきた感じだったんで、そんな人間でもパッと行って普通に遊んで帰ってこれるんだよっ
っていうのがちょっと分かってもらえたら嬉しいなと思うんですよ。動画自分で見ててびっくりするのが、全く英語とか聞き取れてないんですよ。やっぱりそれね、向こうにいると疲れちゃってて、人間スペックがね、ガー下がるんですよ。そうすると普段例えば日本にいる時のリスニング能力とか会話能力って出ないんですよ、向こうだと。だから疲労しちゃってるから。あとまあ体調ちょっと悪かったのかな。私体調悪くなるとまず鼻きて喉やられて、で耳が聞こえなくなるっていう、ね、特徴があるんですよ。でまあそれがあんま関係ないけど、もう疲れてただけだと思うけどね。でまあそんなね、人間でもいけてるよっていうことね。結構行く前に、ないない大丈夫なんですかとか、水は大丈夫ですかとか、食べ物大丈夫ですかとか、英語っていうかその言語大丈夫ですかとか、テロ大丈夫ですかとか、いろいろあったと思うんですけど、それはもう放送つけ、生放送を通して皆さんに、あ、なんてことはない、こんなやつでもね、こんなね、普段生活できないような人間でもパッと行ってパッと遊んでパッと帰ってこれんだなっていうのが、まあ、伝わってればいい。まあ、パッと帰ってきて10日倒れた人間がこう言ってるっていうのは一個説得力はないんだけど、それは皆さん体力あるでしょ、大丈夫でしょ。だからまあそのまあ一番ね心配されてたそのテロだと思うんですよ。テロってはっきり言うとテロに会いたいっつっても会えるもんでもないし、会いたくないっつっても会えないじゃないですか。いや交通事故に会いたいっつっても会えないしさ、そういうのと同じで心配してもしょうがない分で、それって日本にいても実際なるときはなるし、事故とかね。だからそれって全くそれを言ってたら何もできない、踏み出せないっていうところで、それはもう本当に考えるだけ無駄だと思うんですよ。でもう一個多かったのが、言語、英語大丈夫なんですか、ドイツ語大丈夫なんですかっていうことですけど、今回私ドイツ語は使ってません。グーテンタンっていう挨拶とダンケっていうありがとうっていう、大体いつも挨拶とありがとうっていうのしか私使わないですよ、現地語は。覚えらんないから。あとは英語だけでやってて、で私の英語って本当に単語言ってるだけだからね。This, this とか Buy, want, use とかって本当単語しか言ってないと思うんですよ。日本にいれば多少喋れるんですよ。だけど向こう行くとね、もう疲れちゃってて、毎回そう。でもそれでもね、いけるんですよ。だから一個ねポイントとしては、やっぱニコニコしてればいいんですよ。ニコニコして笑顔を振りまいてれば、要はさ、ムスッとしてると向こうも困るじゃん。だけどニコニコして、私はこの国が好きで来ました、好意を持って来てます、この店に私は好意を持って来てますっていうのが伝われば、向こうだってよくしてくれますよ。そこが伝わらないと困るから、よく言われるのはさ、日本人ってそう、なんか表情が読み取れないとかって、こういうなんでオーバーリアクションとかってあんましないって言うじゃん。私は結構するんだけど、そういうのをちょっと意識してやる方がいいのかなとも思うんだけど、そこもそんなに気にしなくて、ただ行ってバッと帰ってこれるっていうのが、まあ伝わってればいいなと思うんですよ。本当に後々動画見ると何も聞き取れてないし、すげえ私適当なこと喋ってるなって思うんですよ。だけどそれでもいけてるんで、まあ本当にね、人と人の関わりってそういうもんじゃん。私もああいう感じで旅してるからね、まあ、最近はだからこうGoogle マップとかが普及したおかげで旅が楽になったんだけど、昔紙の地図見てた時なんて、私も迷子なんで、もう聞きまくってやって助けてもらうこととか、すごいいろんな国で親切にされてた経験がたくさんあるんですよ。いっぱい思い出話でいいですよ。だから日本にいる時もなんかね、外国の方が遊びに来てんだろうなと思って、なんか地図必死に見てたら、どうしましたって声かけたりもするわけですよ。そういうなんか人のつながりって大事かなと思うんですよ。まあ普段ね、引きこもりでね、家から出ないお前が言うなって話ですけど、私は引きこもりなんだけれども、そうなんか爆発的に出るんですよ、たまにドンドンドンって。あとはもう普段の人がこういう感じだと、私はボンドンボッドンみたいな感じで、すごい勢いでたまに出るんですよ。だけど、まあ、基本的には引きこもりで、人と会いたくない、会いたくないよ、会いたくないよって、うつだ、うつだってベッドにいるわけですけど、まあ、そんな人間でもね、こういうことすると、ちょっと面白いですよ、ということですね。まあ、あとは、私はヨーロッパ好きっていうのもありますけどね、教会がいっぱいあるんで。まあ、自由だし。それがもしかしたら今回の旅でゲームズコムやいろんなことをひっくるめても、全てにおいてもしかしたら
こんなやつでも普通に海外一人で行って一人で帰ってきてたなっていうのが伝わったら、それ一番良かったのかなってもしかしたらね思ったんですよ。なんかね、生放送もね、思いのほか予想以上にできて、なんか今後いろいろ好評だったし、やれたらいいんじゃないかなと。やっぱりそういろいろね、あの体の関係でいけない方とかもいらっしゃると思うんで、そういう方で私を通してなんか映像を楽しんでくれてもいいかなと思ったんで、今今後もいろいろ考えようかなと。ちょっとその私の中の一つのなんかいろいろ考えるきっかけにもなりましたね。まああと現地は基本的にアップロードにしかデータ使わなかったんで、生放送とアップロードにしかデータ一切使わなかったんで、他の状態の時インターネットしてないんですよ。それが逆にガジェットデトックスっていうの、デジタルデトックスっていうの、なんかあったじゃん昔言葉になったのかなっていう。一切もうみんなに発信すること以外は使わなかったんで、使えなかったっていう方が正しいかもしれないけど、まああとはぶっ倒れてたっていうのもあるけどね。そういう感じで、まあちょっとこれね人間的に言ってよかったなと思ってます。皆さんにもなんかちょっとでもなんかそういうメッセージ伝わってればいいなと思います。一般的に言う旅行っていう概念、なんか有名どころ回ったりとか、お土産買ったりとかっていうのは私してないじゃん基本的に。自分の行きたいところに行って行きたいようにやって好き勝手やで。だって現に私行く前に何も調べないんですよ今回。何にも調べない、文字通り。だから、なんて言うんだっけ、あの黄色い本、あの地球の歩き方とかってよく売れるじゃん。ああいうのすらいらないんですよ今グルグルあるから。だからその自分の思った通りの旅っていうのをやったらいいんじゃないですかと思った。ちょっとそれが伝わったらいいなと思った。こいつなんかめちゃくちゃだなっていう、ほんと自由に好きにやってんだなっていうのが伝わって、なおかつ好きにやってもこんなやつでもちゃんとやってたっていうのは見せられたかなと思います。ぜひ皆さんもね、今回私は本当皆さんに背中を押していただいて、いろいろなね見てくれることが私を支援してくれるようなもんなんで、それによってできたんで、ぜひ皆さんもなんかいろいろ経験できてるといいんじゃないかなと思ってます。そんなわけで、ドイツから帰ってきた、お土産話というか、まあ総括というか、ご報告と、あとはなんか買ってきたものっつってもタバコしかないタバコ類しかない大人ですから、これを見ている二十歳未満の諸君、ハマティアパイプは大人になってからですよ。今やりたくてもね、ガチと我慢してね、シャーロック・ホームズに憧れるもよしね、いろいろいいですけどね、そのロード・オブ・ザ・リングに憧れるもよし、大人になって大人のたしなみですから。皆さん本当にありがとうございました。ではまたね、なんか楽しいことやっていければいいなと、みんなと一緒にね思ってますんで、これからもよろしくお願いします。じゃあゲームズコムの動画とかね、他で喋っていきますんで、よろしくお願いします。バイバイ。